中西光と申します。東京都武蔵野市で、本屋さんを何店舗か運営しています。ブックマンションという本屋さんちょっと一番時間使ってるんですけど、本棚を置いて人を棚ごとにお貸ししていて、借りた方が好きな本を置いて販売できるような感じの本屋さんにしてます。きっかけはその物件と出会ったからっていうのが一番で、借りた後に何しようかなと思ってる過程で、あ、この形式がいいかなと思って作り上げた本屋さんになります。取り組んでみたら本屋さんもっとみんなにやってもらいたいなと思って、で今ブックマンションと同じような本屋さんをいっぱい作る活動をしているとか、ただブックマンションで知り合った人から教えてもらったチームを作る場所を作っているとかっていう形で、まあ、どんどん展開されていってます。どちらかというと僕はなんか場を持ち続けるのは最終的にみんなにとってはまあサードプレスになっているのかもしれないですけど、基本なんかみんなから教えてもらってみんなで一緒に学んでいく場としてお店は持ってありますね。話を聞き時間を使って熟成させるわけじゃないですけど、あそこの中での気づきをみんなと一緒に学習していくっていうのが結構強いかな。身を置く空間以外のものもサードプレイス的な要素があるんじゃないかなってすごい思うんですね。物とかを提供している人もサードプレイスを作ってるんじゃないかなと思ってるんですけど、場を開いてとかっていうこと以外でも世の中にいっぱいあるんじゃないかな。僕が多分取り組むのは本当に教えてもらってで取り組んでいくっていうことの連続性しかないなっていうのは、やっていくっていうこと自体でも自分も満足しているので、何か自分で動いてみて今やった結果は次につながるかもしれないし、別に次につながらないかもしれないし、それも別にどっちでもいいというか、やってる段階も自分は満足しているのでっていうところが